妖言は中国東代、男性式の戦士た有用雑草俗集巻一に収録された古典で、シンデレラ型のママ小話である。新漢の時代よりももっと昔、中国の南の果てにホラー穴に住む一族がおり、その狩領は、クレと言った。クレには二人の妻がおり、うち一方は、ハゲンという、賢く美しい娘を残して死んだ。後はこの娘を可愛がった。 やがて小虫に、ハゲンは残った、もう一人の妻に託されたが、ママ母は、ハゲンをいじめて、朝夕険しい山への滝木取りや、深い谷川への水汲みにやらせたりした。ある時、ハゲンは谷川でヒレが赤く、目が金色の魚を取った。可愛く思って鉢に入れて、こっそり育てたが、魚は日に日に大きくなって何度容器を取り替えても、追いつかないので、 家の裏の池に放し、自分の食事を残して与えていた。魚は彼女にとても懐いて、彼女が行くとさっと頭を覗かせたが、とても賢くもあり、彼女以外のものの前に姿を現すことはなかった。ママ母はこれに気づき、彼女たちの中を憎んで殺そうとしたが、彼女が行くと、魚は姿を隠すのでどうにもできない。そこで、ママ母は一計を案じて派言を呼んだ。 妖言や妖言はびっくりした。ママ母母さんがこんなに優しく彼女を呼ぶなんて今までなかったからだ。お前の服も随分傷んでしまったね。どれ、新しい服をあげよう。さあ、その古い服はもう脱いでおしまい優しい声をかけてもらって、新しい服をもらって、派限は天にも昇る心地だった。だから、ママ母がすぐにはるか遠くの泉へ水汲みに行くよう、命じても、 何の苦にも感じなかった。危機としてハゲンが出かけてしまうと、ママ母は、ハゲンの脱いでいった服を着て、裏の池に行った。魚は服を見ててっきりハゲンだと思って出てきたが、出た途端に小刀で突き殺された。この3メートルほどに育った大魚を、ママ母は料理して、それはもう大変美味しかったので、すっかり全部食べてしまった。骨はゴミ捨て場の下に隠した。 数日経って帰ってきたハゲンは呼んでも魚が出ないので事態に気づいた。なんてことだろう。野原にさまよい、ハゲンは声を上げて泣いた。もはやこの地上に彼女を慰めてくれるものは何一つない。その時だった。遥か天空に黒い小さな消し粒のようなものが見えたかと思うと見る間に大きくなって黒い衣に紙ぼ坊の人が舞い降りてきた。 元気を大出し、ゲン。魚はお前のまま母が殺したのだ。骨はゴミ止めの下に隠されているから、それを掘り出して、部屋にしまっておくがいい。欲しいものがあったら、その骨に願えば、何でも出してくれるだろうよ言は、ゴミの下から魚の骨を掘り出し、きれいに洗って、自分の部屋に隠した。ドキドキしながら、骨に願うと、果たして、きれいな服も素敵なアクセサリーも、 美味しいごちそうでも何でも出てきた。ママ母の手前をおっぴらにはできなかったが、ハゲンの胸は満たされ豊かな心地になるのだった。その近隣の節句の日が来て、ママ母は自分の産んだ娘だけを連れて出かけ、ハゲンには庭の果樹の番を言いつけた。彼女たちが遠くまで行った頃合いになると、ハゲンは魚の骨に水色の晴れ着と金の靴を頼み、 自分も祭りに出かけて行った。ねえ母さん、あれは姉さんじゃないの人混みの中で、ハゲンを見かけた妹が、母親の袖を引いて行った。まさか、あの子はあんなに綺麗じゃないし、上等の服だって何一つ持って言いやしないよそう思った、ものの、胸が嫉妬でざわめく思いがして、ママ母は、急いで家に取って帰した。けれども、ハゲンも気づいて先回りしていて、 ママ母たちが見た時には、いつもの服でカジュニがきついて眠っていた。ママ母は、やっぱり違った、と、安心した。けれども、ハゲンはあまり急いで帰ったので、金の靴を片方落としてしまっていた。それを、この近隣の男が拾った。この地域は海に面しており、ターセという島と隣り合っていた。この島国の兵は強く、数十の島を支配する、水海数千里の王だった。 靴を拾った男は、これをこの島の王に売った。王はこの靴を、周囲の者に履かせたが、足の小さい女が履こうとするとさらに小さく縮む。国中の女に試させたが、誰一人として履くことのできる者がいなかった。しかも、その靴の軽いことといったら羽のようで、石を踏んでも音一つしない。倒せ王は、売りつけた男が悪事を働いてこの靴を手に、 入れたのではないかと思い、ついに捕らえて、拷問にかけたが、この男も靴の来歴を知らない。そこで靴を道端に置き、持ち主が拾いに来るのを待つことにした。やがて、娘が来て、それを履いて去った、という報告があった。王はそれを手がかりに、付近のホラー絵を調べ、派ンを見つけ出した。履かせると、靴はぴったりとあった。用源は一旦自分の部屋に入り、 緑の服に一足の金の靴という装いで現れ、その姿は天神のようだった。初めてことの次第を王に話し、王は派遣と魚の骨を玉の腰に乗せて自国へ連れて行った。ママ母と妹は悔しがっていたが、どこからか飛んできた石に当たって死んでしまった。人々がアーレンで、塚に葬り、後にこの塚は王女塚と呼ばれるようになった。 女の子が欲しいとき、あるいは縁結びをこれに願えば霊言があるという。ターセ王は、派言を第一秘にした。最初の年、王は、魚の骨にむさぼり祈り、出させた宝玉は、限りがなかった。しかし年を越すと、骨は何も出さなくなった。王は骨を、たくさんの真珠で埋め、金で囲んだ。その後、国で反乱が起こったとき、軍の助けにするべく、 掘り出そうとしたところが、大波が押し寄せて、一よにして沈んでしまったという。現在の南米あたりの出身者から再放されたと考えられ、東南アジアあたりから入ってきた物語である。可能性が指摘されている。ヒロインを助けてくれる存在が魚であり、類似する単は、スペイン、ロシアなどヨーロッパにも点在する。ありがとうございます。